パウルス・マヌティウス・ロージョレエピステレ・フィミック・デリ・エレメンティ・イーディ・モールティ・ローロのタビリ・エフェッティ・パウルス・マヌティウスはヒューマニズム教育を受けたベネツィアの出版人である。有名な出版人、アルドゥス・マヌティウスと妻マリアとレザーニの三男。若い頃、パウルス・マヌティウスは教育を受けるためにベネツィアに移り、父親の旧友であるピエトロ・ベンボ、ランベルト、エグナディオに気に入られた。 パウルスが教育課程にある間、彼の祖父であるアンドレアとレザーニと二人のおじ、フレデリックとフランチェスコがアルド印刷所を引き継いだ。アンドレアとレザーニが1528年10月に没したことで、パウルスとおじの間に対立が生じ、印刷所の業務は4年間停止した。1533年にパウルスが父親の事業を引き継ぎ、 その最初の年だけで印刷書は11のタイトルを発行した。1536年から1539年にかけておじたちとの訴訟に巻き込まれたパウルスは父のイタリック隊の返還を要求して争い、1539年に勝訴した。パウルスは情熱的なキケロニアンで、キケロの書簡、演説の修正版、エピステレアドアティカム、 エピステレアドマーカムアイヌウムブルータムヤドクインテム、チチェローナムフラトラム、キケロ風の自作書簡、デモステネス、フィリッポースのラテン語版などが彼の主な学術的貢献といえる。パウルスは生涯を通じて学者と出版人という二つの仕事を両立させた。学者としてはローマの考古学に関する四つの洗練されたラテン語論文が代表的な著作である。 優れた形式で印刷された彼の古典の再販は高く評価されたが、その評価は売り上げには必ずしも繋がらなかった。1556年、彼はフェデリゴ・バドアロによって設立されたベネツィアン・アカデミーから一時的に支援を受けた。しかし、バドアロは1559年に不名誉な形で失脚し、アカデミーは1562年には消滅した。一方、 パウルスは弟のアントニオをボローニャに建て印刷所と書店を経営していた。アントニオは晩年の4年間パウルスにとっての悩みと出費の種であったが1559年に死去した。またパウルスが政府と奇妙な形で結んだベネツィアへの魚の供給契約からも経済的な問題が生じていた。1561年。 教皇ピュース4世はパウルスをローマに招待し、年間500ドゥカートの宝給を提供するとともに、ローマでの印刷所の設立と維持を約束した。出版による利益は、パウルスとローマ法王朝財務省の間で分配されることになっていた。パウルスは、この招待を受け、後の人生の大部分をローマの街で様々な運命をたどることになる3人の教皇の下で過ごした。 バチカンはアルプスを越えてプロテスタントの出版物の影響力が強まっていることに対抗するため印刷書を有効活用しようとしていた。彼がスタンピリア・デル・ポピュライ・ロマーノで出版したローマ版は神学や聖書、教理学のラテン語作品が中心であった。例としてはレジナルド・ポールのデ・コンシリオとレファーメーシオ・アングリエ。 トリエント公会議の公式出版物であるカニオニアスイ、リクレタ、金書目録インデックスリブラウルムプロヒビトラム、カテキズムカテキリスマス、ブレビアリウムロマンムなどである。健康状態が思わしくなかったこと、ベネツィアに商業的利益を残してきていたことに加え、教皇ピウス5世が事業に関心を示さなかったことにより、パウルスは1570年には9年間滞在した。 ローマを離れ、ベネツィアに戻る準備をした。1574年4月6日、パウルス・マヌティウスは61歳で死去し、ローマのドミニカ教会に埋葬された。ありがとうございます。